どうもキュピヌです。ということでワウワウのアイオブザストームジャパンツアー皆さん見ましたでしょうか。で、横浜アリーナって今回のライブは全部で4公演ライブがされてて、まずは2019年の1月6日と7日、年を越して2020年1月9日と1月10日ということで、最終日の横浜アリーナのライブがこうやって収録されることになっておりました。惜しくもね、僕が行った横浜アリーナは1月9日ワンオフの日だったんですけれども、そこを狙って行ったのにもかかわらず放送されたのは1月10日の横浜アリーナ。毎回僕ね、 DVD 化されないライブに行ってしまうんですよ。まあこれに関しては仕方ないことなんですけれども、まあいつか DVD 化されるライブ行きたいですね。ということで、まあここからはですね、ネタバレ注意となります。まだライブ参戦してないっていう方や、ワウワウに加入してない、まだ映像を見てないっていう方は、まあここまでにしていただけるといいかもしれません。ということで、ここからセットリストが出てきますので皆さんご注意ください。ということで、この今回のアイオブザストームジャパンツアー映像化された時のセットリストがこちら。ということで、まあ皆さんお気づきかと思いますが、新潟とか最初の公演に比べるとセットリストをちょっと入れ替えがあったりとかしてます。ワウワウ放送なのでやはり曲がカットされます。ということで、今回のライブカットされたのがですね、全部で6曲あります。 We Are、 Can't Wait、 Be The Light、 In The Stars、 Standard Fitting、 完全感覚ドリーマーという割と僕が楽しみにしてた曲もがっつりカットされてました。で、やっぱりワウワウはまあカットするわけですよ。やっぱり全部ワウワウで公開するってなったら DVD 買わないっていう人も出てきちゃうので、いわゆるこのワウワウの放送って宣伝みたいなもんなんですよ。まあなので、まあそこは致し方ないかなということで、やはりこのワウワウ放送までのこのブランクがあったということで、もう楽しみがすごかったです。ワウワウの放送日の時、まあ僕は仕事だったんで、もう早く仕事終わってほしいということで、まあ早速このライブ映像を見ての感想を、まあ今回言っていきたいと思います。うわぁ、ブスだなぁ。はい、ということで、まあ皆さん、まあ、今回のアイオブザストームジャパンツアーといえばあの演出ですよね。もうオープニングから最高でしたね。あ、コロナではないです。生で参戦した、自分の身で体験した、そういう方ならわかると思うんですけれども、オープニングからもがっつり来るんですよ。で、演出に関しては、まあ音楽に合わせてタカの顔が浮き出たりとか、まあそういう演出がありました。新潟とか、まあ最初のライブはタカの顔ではなく、なんか知らん外国人の顔が浮き出るっていう、なんかハプニングではないです。やっぱり演出はもう何回見てもかっこいい。もうライブ一旦見終わるんですけれども、もう一回あの演出を見たくなるので戻ってくる、もうそういうレベル。で、そして、その演出が終わったら、1曲目のアイオブザストームが始まります。で、この演出はもうそこで終わりません。アイオブザストームまで継続します。で、今まで一番かっこいいって思ってた、この、アンビションズジャパンツアー2017の、このボムザウェイの演出を超えられないんじゃないかって思ってたんですけれども、はるかに超えてきた。もうそうなってくると、もう逆にプレッシャーじゃないでしょうか。怖いのがですね、ワンオクってどん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 ライブ進化していくんですよ、演出も含め。それなのに、このプロジェクションマッピングを使ったこのアイオブザストームジャパンツアーの演出、大丈夫これ超えられないんじゃないかと思ってるんですけれども、まあワンオクはまあ今までのライブを見てきてるので、もう僕は信じます、超えられます。まあそういう話じゃなくて、この1曲目のアイオブザストームですね。で、やっぱりサウンドに合わせた、飛び出る演出。僕ね、1回目ね、埼玉スーパーアリーナで参戦した時は、あの演出がもう凄すぎて、もう曲集中できなかった。まあライブ参戦した人だったり、アリーナとか近いところで見た方はわかると思うんですけれども、あの演出の仕組みって、まあ、プロジェクションマッピングなんで、ステージがあって、メンバーがいて、そのもっと手前に、薄いなんか膜みたいなのが敷かれてるんですよ。もう膜張ってんのか張ってないのかわからないレベルの膜が張ってあって、で、そこにプロジェクターの映像が映し出されるっていう演出になってます。で、またその映像がかっこよくて、メンバーの下で、こう、波打ってるやつ。もう水が、ボハン、ボハン、みたいな。まあその演出がまあ生で見て一番印象に残っているところです。やっぱりこの1曲目アイオブザストーム、タカのアレンジががっつり聞かされてますね。サビ前にイズザっていうのは大サビの時に言うんですけれども、一番最後のサビで、だけどこの2番のサビからもう言ってしまうという、あれかっこいいよね。そしてこの曲の一番好きなところは、まあ皆さんまあわかると思うんですけれども、最後のとこですね。独特なリズムと力強さがもう最高ですね。で、そしてこのアイオブザストーム過去一のオープニングを終えた後に2曲目 Take Me to the Top です。で、この曲入る前にですね、アイオブザストーム終わった後にプロジェクションマッピングでアイオブザストームジャパンってこう文字が出されるんですけれども、その敷かれてた幕が一気に下ろされて Take Me to the Top が始まるんです。超かっこいい。案の定盛り上がってしまいました。そしてこの Take Me to the Top はもう渚園以来ですね、お帰りなさいっていう感じで迎え入れたんですけれども、やっぱり変わらぬ歌唱力、そしてあの力強さ、ギターサウンド、全てにおいて完璧でした。で、そして3曲目なんですけれども、本当はここで We Are が入るんですけれども、
れども、まあ、そこはワウワウの案の定カットということで、テイキングオフがスタートしました。で、やっぱりこのテイキングオフがないと、もうワンオクのライブが始まらないっていうレベルでもうかっこいい。で、その次の曲がリメイク。で、リメイクもですね、なぎさ園以来ですね。なぎさ園ではオープニングで、今回は5曲目か。まあ今回も序盤の方で歌いましたね。で、リメイクはもういつ聴いてもかっこいい。そして6曲目なんですけれども、まあここで本当は Can't Wait が入るんですけれども、ワウワウのカット放送されなかったということですごい残念です。もう上位に君臨するくらい僕がすごい楽しみにしてた曲だったんですけれども、カットされてしまいました。ということで来ました。7曲目ですよ。クロックストライクス。まあこの曲といえばロングトーン。まあ今回のクロックストライクスのロングトーン。案の定やばかった。過去最長のロングトーンじゃないでしょうか。僕が知ってる過去最長のロングトーンが、エドとコラボした時のクロックストライクス。あの時のロングトーンが一番最長なんじゃないかって思ってたんですけれども、まあ、今回のライブで覆されました。僕実際測ってみました。もうファンではない領域。マニアですか。エドのライブの時はですね、22秒とか23秒くらいだったんですけれども、まあそれでもすごいんですけれども、今回のこの Eye of the Storm Japan ツアーで繰り出されたこのクロックストライクスのロングトーン、なんとですね、30秒。まあカップラーメンはできないですけれども、もう過去最長じゃないでしょうか、これ。いやーもうがっつり透き通ってましたね。もうかっこよかったです。もうそれしか言えん。で、そして8曲目、ヘッドハイ。普段はあまり聞かない曲なんですけれども、まあこれ言っちゃいます。もう聞きます。というのもですね、このヘッドハイ。ライブ化けがすごかった。普段裏声で歌う部分をもう裏声では歌えませんでした。で、その声も美しい。そこの部分をもうカットしてもうずっと聞いてたいレベル。まあそういうのがありましたよっていうのと、まああとは2番でテンポアップ。海外のライブでもそうでしたね。いやー今回のこのライブ映像でヘッドハイ、印象がすごい変わりました。タカもですね、このアイオブザストームのアルバムの中でヘッドハイが一番好きということで、まあそれが、まあすごい分かった感じがしました。そして9曲目。グロールドダイヤング。この曲は原曲を聴いた時にも気づきました。めちゃめちゃ高い曲です。海外のライブはですね、この曲、キーを落として歌ってたんですけれども、まあ、今回ジャパンツアー、なんと原キーで歌われました。高いだけではなくて、声量がえぐい。もしかしたら僕たちの耳を壊そうとしてきてます。ワウワウの映像でもいいんですけれども、やっぱり生で聴いたグローオルドダイヤング、破壊力が違いました。僕が行ったライブでは、このグローオルドダイヤング歌った後に、タカの MC でここら辺がはち切れそうって言ってました。もうね、聴いてる方もわかります。そしてグローオルドダイヤング、この最後が、かっこいいんですよね。海外のライブでもそうでしたけれども、楽器隊の激しいサウンドで終わるんですよ。まあ、あれかっこいいですね。で、そして、10曲目、チェンジ。なんて言っても、このチェンジの入り方がかっこいいと思いませんか?この曲に入る時のタカの下巻き。もうそこの部分だけカットして、そこだけ聴いてたいレベル。で、案の定、チェンジで盛り上がりましたということで、その次の曲、11曲目ですね。ワーストインミー。本当にカットされなくてよかった。もうね、めちゃめちゃ楽しみにしてた曲です、これ。ね、ワーストインミーってさ、やっぱりこの原曲を聴いてもわかるんですけれども、何よりオシャレなんですよね、これね。もうね、オシャレな洋服屋さんで流れてるような曲だし、もういちいちシャレてるんですよ。なんて言ってもこの曲で、タカのアレンジがかっこいい。力を抜いて歌ってるんですよ。もうその感じがかっこいいし、歌に合わせてリズムを刻みながら歌ってるところもかっこいいんで、もうこの曲はですね、優勝しました。まあ原曲をめちゃめちゃ聴いてる方はわかると思うんですけれども、1番で言うところを2番で言うっていう。わかる方はわかる。気になる方は DVD を買ってくれ。で、あとはやっぱりこのワーストインミー、まあボーカルはもちろんなんですけれども、ドラムがいけてましたね。ドラムの音色がもう心地よかったです。やっぱり最後のギターソロ、めっちゃかっこよかったですね。まあ、そういったところでもワーストインミーはもう優勝です。で、12曲目、Be the Light。で、13曲目、In the Stars なんですけれども、まさかのバラード全カットです。まあ、Be the Light はもちろんなんですけれども、In the Stars、これね、楽しみにしてたんですよ。で、僕はこの Eye of the Storm のアルバムで、まあ、リピートするほど、インザスターズは聞いてないんですけれども、このインザスターズ生で聞いて、覆されました。美しいね、あの歌声は。それをまんまとカットしてしまうということで、もうどんだけこの DVD 発売を楽しみにしてくれるんですか、ワウワウさん。ありがとうございます。で、このインザスターズ、まあ、カットされたんですけれども、この後にですね、インストルメンタル、楽器隊だけの演奏が始まって、そしてこの演奏が終わった後に、プッシュバック。で、このプッシュバックの歌い方が普通じゃないんですよ。ライブ会場の真ん中よりちょっと後ろぐらいに機械みたいなのがあるじゃないですか。そこでは PA さんが様々な音響の管理、調整、そういうのをしてる重要な役割を果たすあのすごい機械が並べられてるじゃないですか。そこのちょっと前ら辺でなんかミニステージみたいなのがあって、で、そこでタカが
こう出てくるんですよ。ガーンって言いながらね。え、だってあそこから出てくるっていう感じ。初めて参戦した人はもうわからんでしょうね。ですけど僕はまあ2回参戦したということで、2回目の1月9日の横浜アリーナでは、インストが終わった後に、まあタカが出てくる位置はもう把握してるんで、もうこっちの方を向いてました。で、僕の周りはまあステージの方を見てるんで、僕だけもう違うとこ見てるんで、もう隣の人は何やってんだっていうもう視線が痛かった。プッシュバックってところどころ曲が止まるところがあるんですよ。無音になるところ。そこでタカがトールのほっぺに、いい予想外の演出でしたね。そして盛り上がりましたということで、で、次の曲、君次第列車です。で、この君次第列車歌う前に、タカが各駅停車か急行かって、もう僕ね、田舎なので、電車よくわかんないです。だけど、タカが、まあ、特急で行こうということで、僕特急で行かせていただきました。ライブまだ参戦してなくて、ワウワウの放送まだ見てないよっていう方は、もう何言ってんだこいつって思うんですけれども、もう見たらわかります。特急です。で、この君次第列車、曲中で、なんとタカが中指を立てるんですよ。皆さん YouTube 見てる方だったらわかると思うんですけれども、たまに海外の方で、このワンオクのリアクション動画ってあるじゃないですか。もうちょっとお願いしたいんですけれども、海外の人これ見ない方がいいと思います。やっぱり、この君次第列車、いい意味で変わらないですね。すごいこの曲で思いが伝わってくるんですよ。素晴らしい曲です。そして次の曲が、自分ロック。この曲も入りがかっこいいんですよね。そしてこの曲は何かしらハプニングが起こる曲なんですよ。この2010年の武道館で歌われた自分ロックはですね、歌う前にこけちゃうんですよ、タカが。で、寝っ転がったまんまで歌うっていうのもありましたし、2012年の残響リファレンスで歌われた自分ロックは、まあタカその時喉の調子が悪くてイガイガだったんですよ。だから歌いづらそうだなっていうのもあったし、で、2013年人生かけて君はの自分ロックはですね、なんと歌詞を間違えてしまうっていうハプニングがありましたし、そういうのがあった中で、なぎさえこのなぎさえんの自分ロックでようやくライブで完璧に自分ロックを歌い切ったっていうのもありましたね。で、そしてまあなぎさえん以来の自分ロック今回歌われたんですけれども、まあ、今回も成功ということで、僕ねロックの中でも自分ロックがもう本当に好きなんですよ。なので本当に生で聴けてよかったです。で、この自分ロックはもう何より大サビ前のあのタカのスライディング、ワウワウで放送された時のライブ会場は横浜アリーナだったんで、まあちょっとしか滑れなかったんですけれども、埼玉スーパーアリーナやっぱりこのリーチが長いというか、すごい距離があるので、めちゃめちゃ長いスライディングしてたんですよ。もうね、こんくらい。ということで、自分ロックが終わって、タカの MC が始まります。で、そこではですね、この曲を作って気づいたことだったり、我々ファンの背中を押してくれるような熱い言葉を投げかけて、次のジャイアンツが始まるんですけれども、やっぱりワンオクはいい意味で変わらないですね。曲だけ聴いてる方だったら、もうワンオク変わっちまったなとか、なんかもうロックではなくなったっていう方いると思うんですよ。もうね、このアイオブザストームが発売されてからもうそういう声めちゃめちゃ聞きますけれども、そういう方はもうライブに参戦してみてください。ワンオクが全然変わってないっていう意味がわかります。ワンオクは全然変わってません。目指してるもの、ファンに伝えたいこと、もうそういうの全然変わってません。ライブ参戦することをおすすめします。そしてタカの MC で世界で1位を取るっていうのと、まあ、もっと大きくなるっていうことを宣言して、このアルバムに込められてる思いが詰まってる曲、ジャイアンツが始まります。ライブ参戦して分かりました。このジャイアンツっていう曲、ワンオクのいろんな思いがすごい込められてる曲なんだなと気づかされました。35で言うとクライアウト、まあ、そういう立ち位置な感じの曲ですね。すごい感動しました。そして18曲目ザ・ビギニングで、その次がマイティ、まあ、この流れはもう定番ですね。がっつり盛り上がったところで最後ウェイステッドナイツ、映画キングダムだったり海外のドラマの主題歌となりました。まあこの曲調的にはもうしばらく定番化する曲じゃないかなと思います。で、やっぱりこれ参戦する前に思ってたことなんですけれども、このウェイステッドナイツは鳥で決まりだなと、最後に歌う曲だなっていう風にもう確信してました。案の定今回のこのジャパンツアーで、まあ、最後に歌われた曲ですね。そして最後の美声のロングトーン、綺麗なんですよ。これまたクロックストライクスとはまた違う綺麗なロングトーン、タカが放ってこのウェイステッドナイツは終わりということで、それでワウワウの放送はここまでとなりました。ですけど本当はですね、アンコール2曲やりました。まずアンコール1曲目がスタンダードフィッティング、そしてアンコールの最後、完全感覚ドリーマーでライブは閉じました。今回のアイオブザストームジャパンツアーの流れはこんな感じでした。うわぁ、ブスだなぁ。はい、ということでここまで見ていただきありがとうございました。まあ、このライブ、1月10日の横浜アリーナのライブはですね、タカの調子が悪かったらしいんですけれども、まあ、それを感じさせない歌唱力だったり、盛り上がり方、そういうのを見せてくれたワンオクメンバー、本当に感謝してます。ありがとうございました。まあ、あとは思ったのが、全体的にトールのギターソロが多めでしたね。なんといってもこのワウワウ放送でカットされた、We Are Can't Wait, Be The Light, In The Stars、
スタンダードフィッティング完全価格ドリーマー、これももちろん聞いてみたいので、DVD ブルーレイ購入していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。概要欄にインスタやツイッターの URL 貼ってありますので、そこから飛んでいただいてフォローの方よろしくお願いします。ビビ